さあ、乗車の皆様、またとない経験が皆さんを待ち受けます。サムレスト山の最も激しい急斜面を今から下っていただきます。ワン、ツー、スリー。どうしたのサム、なんで大声なんか。シュー、レゴの友達のためにスライダーを作りたかったんだけど、災害パニックになっちゃったんだ。いいこと、私がやり方を教えてあげる。え、どうやるの。ダンボールでジェットコースターを作るのよ。レゴのお友達もきっと喜ぶわ。誰も落ちない。そうよ。やあみんな、今日は一風変わった工作よ。ジェットやあみんな、シュー、今日何するか早く言わないと。だからあなたが遮ったんじゃないの。いつものことか。じゃあ僕が代わりに言ってあげようじゃないか。ダメ、今日はジェットコースターを作るからね。やればできるじゃないか。こういうのは最初に言わないとダメなんだよ。もう意地悪、話してる間にラックが出来上がったわよ。そうそう、ちょうどこれが必要だったの。ありがとうね、サム。シュー、今すごく転がったよね。もっとたくさん作らないと。まだあるの？どんどんよこして。これは全部くっつけるわよ。接着剤を使うときは気をつけて。丸い段ボールでピラミッドを作るわよ。それならもっと丸が必要だね。でっかいやつが。サムが働いてくれてる間にこっちはもう2つ作ったわ。大きいのと小さいの。サム、これってあなたのサイズにする予定？いや、僕だけじゃなくてもっと大きく作るつもりさ。サム、張り切りすぎないで。集中するのよ。すぐに使うんだから。おやおや、そんなこと言っていいのかな。僕の丸は出来がいいんだ。あとちょっとシューみたいにやってみようかな。はい、ドーン。プップー、到着。あら、誰かしらこの人は。気づかなかったのかい。クールなサムさ、クールな車輪に乗ってね。まあ、そんなセレブが来てくれるなんて嬉しいわ。でもこれはもらうけど。ちょっとちょっと、これは僕んだい。そっちにあるじゃないか。あら、失礼、気づかなかったわ。サムったら本当に仕事が早いんだから。魔法。早く終わった方がいいからね。その通り、すごいの作るんだから。みんなも仕事を早く終わらせたい人はいいねをちょうだいね。で、次は何を作るんだっけ。まずはラックを組み立てましょうか。そうすれば思い出すわ。ここは段ボールのワッシャーを両側につけるわ。こんな風にね。あら、サムは一体何をしてるのかしら。ああ、またクッキーとヌテラつまみ食いしてるわね。私だっておやつにしたいわ。そうだ、何をするか思い出した。サム？サム？呼んだかい？そう、サム、手伝ってほしいの。クールなサムにお願いしたいな。ふむふむ、言ってごらんよ。ダンボールのベルトコンベヤーが必要なの。それならお安いご容赦、僕に任せなさい。まあ、あんなに早く。説明最後まで聞かなかったけど大丈夫かしら。で、こっちは同じことのやり直し。いつもみたいにね。はい、ご注文の品お待ちだ。まだもうちょっとあるんだけどな。最後まで聞いてほしかったわ。切った竹ひごを穴に差し込んでほしいの。はいはい、お安いご用、貸して貸して。わかったわ、本当に世話しないわね。いつも落ち着いてくれてたらいいのに。そしたら完璧なんだけど、なんだか不安だわね。
バッテリーをつけましょう。ベルトを動かすボタンもね。これは本物さながら。配線をつなぎましょう。気をつけて。大人の人に手伝ってもらってね。クールなサムがクールなベルトと登場。シューってきたよ。ひょっとして全部の穴に入れないといけなかった？そうよ。じゃないと滑っちゃうもの。それから突き出ている部分があってもダメなのよ。じゃないと動かなくなっちゃう。さてそれでできたっていうのは？いけない。僕はそのほら様子を見に来ただけなんだ。それじゃベルトの仕上げに行こうかなっと。スー一人だと不安だな。みんな機械の部分ができたわよ。あとは魔法で仕上げましょう。おしまい。ボタンはここ。簡単に動かせるようにね。はい、終わった。スーが自分でやりたくなかったわけが分かったよ。大丈夫よサム、それで終わりじゃないから。え、まだ何かあるのかい？これからすぐ分かるわよ。そのベルトを何でも持ち上げられるように強くするの。うわっしょ、それくらいなら簡単さ。行ってくる。サム、あなたはスーパーでクールなスライムだわね。そうさ、僕はスーパークールさ。ちょっと休憩。いいわ、休んでらっしゃい。頑張ってくれたんだもの。サムが休んでる間にスライドを完成させましょう。あのクールサム、結構かっこいいって思わない？そう思う人はいいねをお願いね。それから通知のベルも押しておいてくれると嬉しいわ。さてこれはここにくっつけて。少し疲れてきたわ。サムを呼ぼうかしら。助けが必要なのよね。休憩終わり。わあ、おかえりなさい。あれ、そんなに僕のこと待ってたの？そうよ、あなたに会えていつも嬉しいわ。サム、あなたに大事な仕事があるの。どれどれ。いや、休憩にしようかな。あらあら、サムには難しい仕事ばっかりだわ。クールサムでもこれはダメそうね。簡単じゃないもの。クールサムに不可能はない。本当？それならスロープを作ってくれるかしら。簡単さ、見たらあっと驚くよ。さてサムはスロープを作ってくれてるわ。こっちも終わらせないとね。私もサングラスかけたら早くなるかしら。そしたらスーじゃなくて超スーパークールスーになるわね。サムがやきもち焼くのがわかるわ。そう思うって人はいいねちょうだい。それじゃあパーツをつなげていきましょう。ほらできた。慎重にくっつけて。ぴったり。サム、まだいるかしら？ふい、やったやったよ。いい出来だわ、助かる。すごい。シューッとね。さてサム、残りのコースはこちらです。うわー、あなたすごく早いわね。これだけ作るのずっとかかりそうだったよ。さすが。それじゃあ飾り付けよ。カートの前輪を作りましょう。サムにプラスチックの部品に穴を開けてって頼んであるわ。今日のサムはすごく働いてくれたわね。遊びとなると本気なんだから。正直言うと私も遊ぶのが待ち遠しいわ。だからちょっとズルをしましょう。はい、
ちゃんと回ってるわね。できた。しっかり止めたよ。さすが、ネジ止めもしてくれたわね。素敵よ。どういたしまして、いつでもどうぞ。カートのボディも切ってくれるかしら。とっくに終わってるよ。あ、サム、シートを忘れてたわ。それはこれから。ありがとう、今日は本当にいい子だわね。それは僕のこと、それともクールサム？両方かな。あとちょっとで終わり、もうすぐゴールが見えてきたわよ。サムがシートを持ってきてくれたら、カートを走らせてみましょう。サム参上、シートができたよ。レゴの友達のためにね。あとは任せて。できた。目にも止まらなかったでしょ。すごいわ、光の速さってやつね。あとちょっとかな、もうすぐ光に追いつくんだ。まあ、それじゃあコースを試してみましょう。乗客を連れてこないと。乗客の皆様、二度とできない体験をご用意しました。あ、大丈夫です、今回は大丈夫です。スーが保証します。スー、準備はいい？発車。よりもずっとすごい。そうね、私も嬉しいわ。この子たちもきっと楽しいんだわよ。聞いてみよう。ふむ、ほって、ほわ、うん、大喜びだってさ。やった、大成功ね。それじゃ全部うまくいったところでお別れの時間。いいねとチャンネル登録もよろしくね。バイバイ。お友達にもぜひ見てもらってね。バイバイ。